和田オンエア。見事正解されると1万円を差し上げます。お答えいただく方は今日お電話ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。今週の月曜日、アッコさんは東京ドームのポール・マッカートニーのコンサートに基本的に会話のないご主人のコウジさんらと行かれました、はい、その時、はい、小倉智昭さんもいらっしゃったそうです、はい、そんな音楽大好きの小倉さんのコンサート中の様子を、はい、アッコさんはどんな風におっしゃったでしょうか、はい、1番感激して大声で泣かれていました、はい、2番1曲ずつメモを取ってました、はい、3番目を閉じてじっと聞かれていました、はい、4番1曲目から歌われていました、はい、4択です。ありがとうございます。ね、風邪とかひかないように。そうですね。はい。またチャンスありますから。